はい、今日はジャニーズの会見がありました。それをもって僕が経営者目線で思ったことをお伝えしたいなと思います。まずですね、これって今ジャニーズ悪ってなってるじゃないですか。まあ、確かに悪は悪なんですよ。今日の記者会見皆さん見たと思うんですけど、僕ねめちゃくちゃ違和感を感じて、日本の悪いところの集大成、もう汚物みたいなね、もう本当にそんなね、ものを見たような、気持ちになりました。なんでかっていうと、これ忘れちゃいけないのが、確かにジャニーさん、ジャニーズ事務所は長年にわたって、未成年に対して、性加害行為をずっとやってきました。これ許せないじゃないですか。なんでこんなことが日本でね許されるのか、もう疑問に思った人もたくさんいると思います。でもそれを許してたの誰ですか。考えてみてください。メディアとクライアントですよね。この問題って昨日今日始まった問題じゃないんですよ。もう何十年にもわたってこういうことって言われてたし、噂されてました。でもメディアはそれを報じなかった。それどころかジャニーズ事務所のタレントを優先して忖度して、利益のために、黙認してたわけですよね。で、性加害にあった人たちの気持ちを殺してたわけですよ。それがね、今になってジャニーズ悪いよね、まあそれはそうなんだけど、じゃあメディアもこぞって記者会見であんな風に叩いて、いやお前ら共犯じゃねえかと、今まで気づかなかったのかと。いろんな事件を散々取材しといて、あのこのジャニーズのね、こんだけ300何十人もね、今少なくても今被害申告してる中で、それだけ多くの被害者がいて、メディア気づかないわけねえじゃねえかと。もし気づかないんだったらめちゃくちゃ無能ですよ、悪いけど。で、今やっと風向きが変わって、こういうふうに批判して、あんな偉そうに記者会見でマウント取ってさ、いやお前ら昨日までさ一緒に味方だったのがさ、急に手のひら返しすんじゃねえよって僕は正直思いました。クライアントも一緒です。クライアントもね、腫れ物に触るみたいな感じで手のひら返してるけど、ジャニーズにこうお金出してたじゃんと。で、他の事務所のね、若いね男性タレントがテレビ出ようとして妨害してたの誰ですか。僕いろんな裏話知ってますよ。いろんな裏話知ってるんですよ。で、共演 NG にしてみたり圧力かけてみたり、もう散々好き放題やってきたじゃないですか。それも何を今更言ってるんだろうなっていうふうに僕は正直感じましたね。まあ、これを見ていろんなね捉え方する人もいると思います。まあ、ジャニーズ悪いっていう人も、まあ、もちろんジャニーズ悪いんだけども、ジャニーズだけの責任じゃないですよね。この日本社会がメディアが変わるには、ジャニーズ、そしてメディア、そしてクライアント、全て揃ってごめんなさいしないと変わらないんですよ。ジャニーズの責任したって、第二のジャニーズ出てきますよ。また忖度して、メディアが忖度して利益のために、都合いい記事ばっか書いて、本当の問題を隠して報道しないで、本当に困ってる人の声が世の中に出ない、こういうことね無数に起こってると思うんですよね。これは本当に僕はとても問題だなと思います。で、まあ、もう一個言うと、今回ジュリーさんが、まあ、会見出なかったっていうのは、まあ、いろんな賛否があると思うんですけど、まあ、僕はね、まあ、経営者としての判断としては、まあ、あり得るなと思っていて、まあ、彼女は彼女でそのジャニーさんの血を、継いだ、親族として、ジャニーさんの痕跡を、この世からなくすということで、被害者に対しての支援や、補填をやるということで、新会社スマイルアップでしたっけにを作るということになりました。で、今までのじゃあ活動っていうのは、新しい会社これから社名を公募するそうなんですけども、やるっていうことで完全に切り離したわけですよね。で、こっちの被害をきちんと、保証する会社は 100% 株主で残ると。外部の株主を入れないのは自分が責任を持つからっていうのは、まあ、ある種こう筋は通ってるんじゃないかなと、思いました。まあ、いろんな、ね、意見あると思うんですけど、まあ、株の話って結構難しいからね、なんかそれじゃ変わんねえんじゃねえだとかなんだっていう人もいると思うんですけど、僕は経営判断としては、まあ、ある種正しいんじゃないかなと、思ってます。ただ一方で、これはビジネスマン経営者としての視点で見ると、この芸能界、まあ、皆さんもう、薄々気づいてると思うんですけど、大きく変わると思います。これまではジャニーズという巨大な利権があって、ジャニーズタレントが優遇されてきました。ジャニーズ事務所の、意向に沿わないタレントだったりとか事務所はどんどん排除されるっていう、いわゆるこう独裁政権みたいな、独裁政治みたいな、業界構図だったのが一気に風穴が開きました。大きく、ね、変わると思うんですよ。だからこれから、新規で参入する事務所だったりとか、エージェントだったりとか、いろんなビジネスチャンスが生まれると思うし、たくさんの才能がある人がこれから世に出てくる、まあ、いいきっかけになるんじゃないかなと、思ってます。で、思い返してみれば、このチャンネルでも対談しましたけど、カウアン君ですよね。
カウアン君が声を上げて、ここまでのことに、なった、まあ、きっかけを作ったのは紛れもなくね彼だと思います。まあ、カウアン君のその勇気には僕は、まあ純粋に賞賛をしたいなと思いますし、そもそもね、僕のチャンネルで取り上げる前に、取り上げたのは誰だろうなって考えたら、まあ今はねその、まあ、最近保釈されましたけどガーシーさんなんですよね。ガーシーさんが取り上げたことによって、全てのきっかけは、始まりました。まあ、あの世間の見方っていうのはいろいろあると思います。僕もガーシーさんとはもちろん会ったこともあるし対談したこともあるんで人となりはある程度知ってるんですけど、まあ世間の印象では、まあ、いわゆる犯罪者極悪人って思われてるかもしれないけど、これだけ芸能界を変えた功績っていうのは僕はね大きいんじゃないかなと思ってます。やっぱり、誰しもが、まあ、ジャニーズもそうですけど光と闇ってあると思うんですよ。いい部分も悪い部分もみんなあるじゃないですか。もうそれは僕もあると思います。日本の社会日本のメディアっていうのはその悪い部分にフューチャーするか光る部分にフューチャーするかっていうのは忖度で決まるんですよね。メディアが叩こうと思えば悪い部分だけ闇の部分だけ引きずり出す。人間ってどうしてもやっぱそういうところありますよね。それで悪人というレッテルを貼られて、十字架を去って生きていかないといけない。でも、過去のジャニーズのように闇の部分を隠して光の部分だけ見せて素晴らしいねとか、だって日本のね、いろんなエネルギーだとかさ、電力とかさ、その日本の経済資源のさ、広告塔とかをやってたのがジャニーズですよ。いわゆるこう日本を代表するね顔がジャニーズだったわけですから、一昔前まで、そういう光の部分もあってどこにフューチャーされるか次第だと思うんですよね。でも本当に僕はこの国は変わらないといけないと思っていて、それが何か大きく動く兆候っていうのがこのジャニーズの問題になるんじゃないかなと思ってます。2023年にこういうことがあってこれから大きく変わっていくんじゃないかなと思っていて、僕はある種ビジネスチャンスを感じてるし個人的にはすごいワクワクしています。今までおかしかった業界、歪んでいた業界が正しい位置に戻る、正しい形に少しずつ戻っていく、その過程の中で本来輝くべき人が輝く社会が来ると思いますし、本来輝かないといけない人が、表舞台に上がれる日がね、来るんじゃないかなと、思ってます。これは芸能界っていうのはジャニーズだけの問題じゃないんですよ。僕もいろんなタレントとかの話聞いてるんですけど、まあ、やっぱこう枕営業があったりとかどうしてもね汚い部分っていうのが、あるんです。まあ、このね今先進国と言われる日本で、この令和の時代で、まあ、そういったものはどんどん淘汰していかないといけないし、本当に努力そして才能がある人だけが残っていかないといけない時代で、まあ、起こるべくして起こったんじゃないかなと、思ってます。もう皆さんねやっぱ悪いことをやって政治と圧力で封殺しようとしてもやっぱこうなるんですよ。絶対こうなるんですよ。やっぱり真面目に努力して、きちんと社会のために世の中のために貢献していくっていう姿勢を持ってやっていくのがね人間として、正しいあり方なんじゃないかなとね考えさせられるような、問題でした。こんな僕もね、正直、皆さんの前でこうやって偉そうに語らせていただいてコメントももらって本当に感謝してるんですよ。でもやっぱりその脱税事件で捕まってね光と闇の部分でいうと闇の部分だけフューチャーされて、それで腫れ物に触るような扱いをめちゃくちゃされて悔しい思いをめちゃくちゃしてきました。でもこうやって自分の力でみんなにこうやって発信をすることで少しずつ何かを変えていって、よかったなと思ってます。これがねこの YouTube、SNS がない時代、テレビの時代だったらできなかったんですよ。僕はずっと脱税犯でひどいやつ、そのレッテルのまま生きていく、一生その十字架を背負って生きていくしかなかった。でも今はやっとこうやって文明テクノロジーが追いついて自分の言いたいことが言えて、こうやってファンの方に発信できるようになった。そういった時代に僕は感謝したいなと思ってますし、僕も起業家として、そういう人をこれからも手を差し伸べていきたいなと思ってます。そして自分もこうやった楽しい活動をしていきたいと思います。はい、ということで、この日本がね、まあ、やっぱ消費税とか上がるとか、ね、増税がどうこうとかねいろんな、ね、問題があってね少子化もすごいしどうするのかなって不安なことばっかりなんですけども、僕たちは曲がりなりにも皆さんにね発信力をいただいた、まあ、ある意味で、少しばかりの影響力を持った身としては明るい活動をして貢献していって、勇気を与えれるような存在になりたいと思いますので引き続き応援よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。コメント欄でぜひ感想を、待ってます。